スです。はあ、サブチャンネルです。今日はこれです。はい。ジャイアドライバー。何ですかそれは。それを買ってもらったんですか。すいません。はい。開けます。はい、どうぞ。そう、今日はね、ポンスは水族館にね、親戚に連れてってもらったんです。みんなでね、それでこれを買ってもらったそうです。こちら、ザイヤードライバー、ザイヤーサウザンドライバー。開けましょう。開けましょうか。はい、それではポンス君、早速開けてみて説明してください。もうじゃ近づいてよ。ここ近づいてさ、こちらですね。これ、はい、ザイヤードライバー。はい、ザイヤードライバーってですね。ちょっと待ってください。はい、ハサミ持ってくるので。あ、わかりました。じゃあハサミは正しい持ち方でお願いしますね。お、取ってきました。はい、ありがとうございます。ザイヤードライバーね。はい、このザイヤードライバーっていうのは誰が使うベルトなんですか？ゼロワンですか？パパです。え？パパ。違う違う、そうじゃなくて、仮面ライダーのゼロワンのさ、中で誰が使ってるベルトなんですか？ザイヤードライバー。ザイヤードライバーって人がいるんですか？うん、まあ、適当な気がしますけど、まあ、開けてみんなにね、見せるように。ゼロワン、まあ、うん、これはいつも、はい、カメラこっちです。カメラこっちです。ゼロなんだけど、うん、いきます。はい、こっち来な、こっち来て。うわ、でっかでっかすぎる。これうわー、ダイヤードライバーね。これ電池でしょ。電池がいるんですか。はい、よかったね。ついてる。こんな素敵なもの。あ、ついてないね。あ、プログライズキーだ。しかも、なんとそうなんですよ。ちょっと私もちょっと結構詳しくなっちゃったんだけど、こちらね、サウザーっていうのは本当私知ってて、仮面ライダーゼロワンに出てくるサウザーとバルカンっていうね、サウザーっていうキャラがいるんですね。で、このサウザーって人は、味方なのか敵なのか分かんないんですけど、多分味方です。で、なんか、他にもバルカンとかバルキリーとか、なんか仮面ライダーゼロワンの中にも、なんか数種類、仮面ライダーゼロワン、仮面ライダーバルキリー、バルカン、サウザーみたいな感じで、こういるんですよね。五千貫みたいな感じ。かっこいいじゃん。ねえ、これどうやって思う？で、このサウザーのベルトには、ゼロワンのベルトに装着できるプログライズキーが2つ入ってるんですよね。で、これって超お得で、これなんかさ、違くない？これダミーじゃん。ザイヤー？あ、これ絶メライズキーだ。出た。アウェイキングアルシの絶メライズキー。これはなんか絶滅危惧種のプログライズキーなんでね。このプログライズキーっていうのは、一個一個にこう動物の能力みたいな、そういうのがこうなんか書いてあって、例えばこれだったら、アメージングコーカサスプログライズキー。だから、コーカサスオオカブトの能力がゼロワンに備わるよっていうような、そういうね、プログライズキーなんだけど、だからそうするとゼロワンがパンそれをピャンって入れるじゃん。そうすると、ゼロワンにプラスアルファコーカサスオオカブトの能力が備わって戦えるの。っていうのが、まあ、ポンスはこうやっていっぱい種類がこうやって持ってて、まあ、仮面ライダーファンだったらね、いっぱいこのプログライズキーを集めたいと思うんですけど、まあ、ポンスも結構集まってるという状態で、で、今日買ったこのサウザーのベルトには、プログライズキーが1個ついてくるっていう状態なのね。2個か。でも1個この絶メライズキーっていうのは何だろうね。これオーソライズできないですよね。なんかできなくない？ね。これは多分使えないんだろうな。なんで、こう、ダミーみたいな感じで。これは、プログライズできません。このね、一つずつにこう、アビリティって言って能力がね、これはマンモス。
ブレイキングマンボスとか、まあ、タイガーとかチーターとかで、これだと足がすごい速くなるとか、炎を使えるとかね、あるんだよね。ジャイアンね、ねえねえ、どうやってんのこれ。ちょっとさ、ベルトつけてみようよ。じゃあ、あ、違う、これでさ、電池入れないとだね。うん、炭酸かな、炭酸か炭4かが必要だと思うから、じゃあ持ってきて。いやー、うちも結構種類が集まってきてますわ、かなり。なんかせっかくならさ、こうなんか仮面ライダーのベルトを収納するかっこいい、なんか欲しいよね。持ってきましたか。あ、ありがとうございます。サウザンドライバーつきました。もう一回やって、もう一回やって、せーの、サウザンドライバーきた、かっこいいじゃん。どうしてそしてここをカチャッと閉めます。じゃあまずベルトをね、こう装着していきましょう。ここがクックッと押せて、これカチャッとはまるんですね。それではベルトが完成します。つけてみてください。どうぞ。これ、これ。こうです。これはつけてあげようか。これ。じゃあ、ちょっとさ、こっち来て。いきまーす。はい。どうかね。何ですか。なんて言った？うるし。どう言ってんの？え？アウェイジングアルゼの絶メライズキーを左側にセットしてくださいだって。絶メライズこっちにセットして、うわっ開いた、見た今ここ開いたよ。そしてうわっかっこいい。なるほどね。これダミーとか言ったけど、これちゃんとセットしないとダメなんだ。ねえねえ、ねえねえ、こうやって、うん、あのね、ザイヤ変身の仕方あんの？ザイヤポーズはこうやってあんだよ。いやー、私もちょっとテンションが上がるっていう、もうすっかり私も仮面ライダーファンになりつつあるんだけど、いや、そういう人多いよね、多分ね。子供が好きで見てたら、なんか好きになってたみたいなね、パターン。こんな感じでフォースのまたベルトコレクションが一つ増えたわけですが、今フォースが持ってるベルトもね、ゼロワンはね、これこれなんだけど、あれもう取れてね、壊れてる、ええこれだ、えこれだ、やだ、嘘でしょ。いろいろね、これ付属でね、こういうね、なんかこう斧みたいなのとかがあったり、いろいろあるんだよね。全然開き方とかわかんないんだけど、とにかくでもこれうるさいよね。なんか、開くたびに落としたりとかするから、わかんない。開き方わかんないんだけど、これは確か、なんか、東海オンエアが、なんかの動画で使って、それが、哲也の家にあって、芝優とポンスが、哲也の家に行った時に、これを、ちょうだいって言ったら、くれたらしいです。これもゼロワンの武器なんだって、わかんないけど。あとこれがその仮面ライダーバルカンの武器なんだよね。これは鉄砲、鉄砲というか銃なんだよね。ショットライズ、シューティングルフ。バルカン結構かっこいいで、スタイリッシュだから、これでこれ一つでオーソライズして変身してもう倒せちゃうから、結構コンパクトでいいなって感じ。ダイヤってこだわり。これはなんていうの、アタシキャリバー。アタシキャリバー。これはゼロワンの武器ですね。ねえね、これね。うん。これつけてると。ああ、それも。
なるほどね。これにもプログライズキーが刺さる。プログライズキーで、ゼロワンは、これも受けてるわ。みんなもね、グッズ作るときはね、そういう、今売れてるグッズとかを、ぜひ参考にした方がいいと思う。うん。仮面ライダーはね、グッズ作りが天才的。欲しくなるんだよ。ほんと欲しくなっちゃう。しかもなんか集めたらなんか可愛い感じのこう見た目してんだよね。可愛いというか、まあ私は女の子だからね。あ、はいはい、なんて言えばいい？仮面ライダーサウザー。オッケー。仮面ライダーサウザー。どうだろうね。ここに。うん。もういい。このレンズ。かっこいい。やっぱ男の子2人っていうことなんで、うちはこれから無駄にならないと思うんすよ。まあ、集めといて、ああ、ありがとうございます。かっこいい。ちゃんと映ってたんでね。多分これ弟と一緒にやるんでしょうね、きっと。何だろうね、こんなあ、ザイヤがどれか教えてくれるの？これじゃん。それちょっと広げて見せて。何の、どれがザイヤなの？これ。そういうことね。これがゼロワンね。ヒデアルト、高橋文也くんのやつですね。で、これが確か犬飼いなんとかさん。結構さ、イケメン俳優輩出番組だからね、仮面ライダーって。だからママの心も掴むわけ。え、かっこいいみたいな人が出てくるのよね。そういうところを、はい、あ、すいませんすいません、息子はそういうところを見てるわけじゃないと思うんですけど、とにかくこんな感じでいるみたい。これがでもサウザーね。サウザー超かっこよくない？キラヨシカゲみたいな、なんか色合いじゃん。バラの仲間。というわけで、完全にもう仮面ライダーファンにしかわからない話をねしてしまったと思うんですけれども、今ポンスはこの仮面ライダーにくっそほどハマっているということで。あ、今日そのポケモンも買ってもらったんだよね。よかったね。ポケットモンスターも好きです。ちゃんと子供らしい趣味を持ってくれて、母親的にはねすごくほほ笑ましく思っております。なんかやっぱこういうのに憧れを持って、なんかこうお邪魔女ドレミとか、なんか私たちはそういうなんかプリンセスとかだったけど、男の子はライダーなんだね。これが楽しいんだ。じゃあこれからも仮面ライダーゼロワンを楽しんでいこうね。せーの、バイバイ。